失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ僕もそんなにこうテレビに慣れてるわけではもちろんないんですけど、まあ、今までやってきた中だけで言うと基本的にはなんか事前にちょっとこうよろしくお願いしますみたいなものがあってもおかしくないんですけど、徹底して合わせてくれないので、まだお会いできてないので、まあ、正直嘘だろうなと思って本当にあるのかなって。いや、なんかずっと楽しみにしてたんですけど、なんかいざ来たら、私そんな別に音楽のこと詳しくないしなと思って、ちょっとあれと思って、引き受けてよかったんだっけって思いましたなんかあんまりこう自分の話をしたがらない感じがしてて、でそれはなんか言葉の響きはすごくあんまりいい響きじゃないように使われるがちですけど、僕はそれでいいと思ってるタイプの人間なので、そういう意味ではなんかそうちょっと近しいところがある気がしますね。なんかこうベラ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 自分のことを喋ってる印象がないので、結構同じ側面はあるっちゃあるので、下手すると番組始まってその放送時間帯に2人ともほとんど喋んない可能性結構あるかもしれないどうなるかですよね。だからきっと初めましてからが初回収録になると聞いているので、幻の初回放送のみってなくはないということだけを伝えます、はい、優しいってどの人に聞いても言ってました。めっちゃ優しいって、それしかない私優しいすぎる人って、はい、もう疑っちゃうから、上手に会話できたらいいなと思います。まあでもベースやっぱりめちゃめちゃお上手なので、楽器がすっごい上手な人って多分変態チックな人なんだろうなっていうイメージがあるので、はい、あのもちろんいい意味で、はい、浜さんもそうなのかなとは思ってます。何にも浜さんのこと本当に何にも知らないですけど、ちょっとはカッコつけな部分があると思うから、意外とカッコつけな部分みたいですね。そういうところを暴いてこうみたいな感じですか暴いても別に私何の得もないですけど見たい、個人的にそれを見てニヤニヤしたいなって思います。スタイリングをやっていただいている哲平さんという方と、髪の毛やっていただいている郷さんという方は基本そのいつものチームが楽屋にいるという感じなので、2人のチームと話してるっていうのが割といつもですかね、常ですかね、はい。今日はもう完全にカメラの前で言えないことしか喋ってないですね。あの、なんつうか、別にやましい話じゃないですけど、まあ、くだらない話をしてます。ルーティーンは全然ないんですけど、でもこうやって一人でこう外の番組に出させてもらうときは、絶対指輪はつけるようにしてて、いつもファンの人にアスカちゃんに殴られたら痛そうって言われます。いやもう本当にだから本人が本物なのかどうかですよね本当にねもうそこだけですね本当に。スカッ、まあ、スカッって言ってますか、スカイハイの可能性もありますよねまあ本物が来てくれることを本当にまずは祈りますし、ではこれからいよいよ本当にハマスカが始まるので、人生初の落とし穴とかドッキリじゃないことを祈りますけどとにかく楽しみです。はい、頑張ってきます。なんかでも打ち合わせしてる時ももう斉藤さんはそのままでいいですとか、全然乗り気じゃなくていいですっていうのをすごい言ってくださるので、私何要因で選ばれてるんだろうと思ってちょっとよくわかんないですけど、きっとそういういつものゆるっとした私のままでいいんだろうなと思うので、まあちょいちょいやる気を見せつつ浜さんと仲良くやっていけたらいいなと思います。大丈夫、入れます。お願いします。お願いします。はじめまして。はじめまして。